まあ格ゲーで言う言うとどうなんだろうなんか、ありますあの色を出そうとするみたいなことって。色を出そうとしようと思ったことはないですよね。だから自己分析が必要ですよね。よねうん、今思うとこういうところに結構、まあ、こだわってるなとか、そういうのは。うん、うん、うん。自己分析が必要ですよね。なんかね僕も 俺のチュンリーはちょっと人のチュンリーより速いとか見てて花があるとか言われるんですよ、ありがたいことに。うん、でも、どこがなのか全然自分で分かんなくて。まあ展開が速いし、うん、あの保留を、まあ、それってさっき言ったフードに、フードからすると、だからこそこういうふうに対処するよっていうのがあるかもしれないけど、保留が少ないと思うんですよね、様子見が。じゃなくて、とにかく選択、選択でいくんで、やっぱ見てて気持ちいいんじゃないですか、うん、そういうプレーって。 ああ、慶応、うんね、の方が見てる方も気持ちいいですからね。まあ、ボクシングでも何でも、格闘技でもね、うんそ、やっぱ判定よりは倒した方が見てる方が楽しいじゃないですか。っていう話だと思いますけどね。そういうことなんだ。そうですね、まあ、なまあ、意識してるというか、なんかいいプレーしたいなってやっぱ思うんで、うんうん、なんかまあみんなができないからでそこでやめないで。 本当にできないか、試すとかはやりますけどね。で、まあ、俺だけ、俺だけってわけじゃないですけど、まあ、できそうだなと思ったら取り入れるし。うん。うんあ。まあ、結構、まあ、みんなそうだと思うんですけど、まあ、ここにいる人たちは。レベ、あの、理想が高いかなと思う。うーん。うん、なるほど。ラムネさんもね、そう、妥協しないで、半年ぐらい。 なんだ大足でいぶきの小パンだか中,中パンに差し返せ練習してたじゃないですか中パンですかね中パンですかあれとかもいや最初はいやいやいやできないだろこんなのってなってたと思うんですけど、うん、まあ実際かなりできてたし、うん、なんか俺あのーうん、あれはねその理想が高いっていうよりかは、うん、あのー、なんだろううん 何でしょうね。なんかやっぱ、ガイルを伸ばそうと思った時に、その、うん、あんまりみんなが注目してない技ってもう、台足ぐらいしか残ってなかったっていう感じなんですよね。へぇ、えー、だから、うん、本当は強い技だと思うんですけど、ちゃんと的確に使えればね。うん、まあ結局、一周して、あれって、あの、うん、あ蹴ってくるんだなっていうことを、相手がインプットして認識しちゃうと、うん、無駄にそこに労力咲かされ,かれて、かされて、弱いんですよ。 他の体、もちろんその、要は、リソース全部決まってる。リソースっていうかその、使えるあれは決まってるじゃないですか。百、うん、100あるとしたらそのだい、差し返しにな、何十って、何十も使っちゃうんで、相手がその認識がなければ超強いんですよ。だってンバンバン空振ってくれるんで。うん、ダメージ源になるじゃないですか。でも、あ、うん、はいはいはい、意識してる時は差し返せるのねってなった瞬間に他の行動がやっぱり通りまくるんで。うんうん、だまあ、一種の努力が必要だけど、努力はあってのもんだけど、でもまあ、 まあ、なんつうか、ネタというか。うん。だ俺、あの、前にちょっと例えたんですけど、パンクってもう存在がネタなんですよね、ある意味。え、どういうことですかどういうことですかどういうことかっていうと、パンクしかできないことが多すぎて、うん。初見、マジで負けるんですよ、みんな。へぇ、そうなんだ。そう、言って。<る>だから、え、これできるのそんなの聞いてねえよ。だから、できるってことが分かってから対戦すれば、または違った結果になるんですけど、うん うん、できるってことをまずこ誰も認識できてないっていうのが、はい、あの一発目のパンクの強さですね。へ、えー。あいつ、本当はみんな対戦しない方が勝てると思いますよ。どんなことしてくるんですか、つり一番やっぱり目立つのは、そういう見てから行動のその、うん、幅であったり、正確さだったりってことですよね。反応がいいプレイヤーなのかな。 シミしながら空対空とか、うん、PS4 の時代からめっちゃう、ま、やられてビビりましたね、うん、あれさあいや俺ねあれは読み入ってたと思うよ、うん、読み入ってるから、ね、けど、さす,さすがにやばくないってかいや俺はねあれフードがいやあれやばくないですかって,って俺も印象に残ってそれ時々にあったよねしかも大会で結局時々なかったんだけどあれはね読み入って てると思うんだよね<分>分かんないありうい良ううさはあるかもしれないパンク、パンクの強さって。弓みかもしれないけど、うん、パンクだったらやりかねないっていう。そうな雰囲気があるっていう、そ、うん、強さですよね、うん。あれはね、俺もね、ちょっと試したんだけど、難易度が高すぎて、これさすがにできないんじゃないかなと思った。2>, <laughs> 2個、だって2個じゃん。飛ぶか投げるかだけでし,しにあれは,俺は うーん、しかも PS 時代でしょ ?PS 時代。俺、あれは。しかもなんなら結構最初の方って。いや、できてなかったと思,い思っちゃったな。あのー、パンクがやってることって、後から後追い、みんなが後追いでやると結構できたりすることって多いと思うのよ。最初に目をつけたことがすごいっていうとこだと思うんだけど、あ、そういう練習するんだとか、そういう目のつけどころするんだっていうところが、パンクの俺一番、 もちろんそのできること自体がもう世界一だと思うんだけど、そ,のそういう対応力ってことで言うとね。うんうん、でも、そもそも目をつけるっていうところが俺すごいと思ってて、だから後追いすると結構みんな真似できたりするんだよ。うん、うん。だから、その人間で、まあ、ギリできるみたいなことやるんだけど、あれはね、うん、なんか、異常にむずいなと思った、ね、えっと、うん、前ジャンプ、画面端に抜ける前ジャンプに対して空対空で、うん、投げ抜けは立ち台パンかな。 めっっちゃ勝ってくるもうずっとウロウロして、うん、来たらやるっていう感じあ<ー>その場面とかじゃなくてその場面が長いんですよで、うん、パンクってはい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 もう死ぬほどウロウロするくせになんか投げすか出したらやっぱちゃんと勝ってくるうん,ふん,ふん,ふん今ならできそうだけどねあのプレステじゃちょっと無理そうな気がする確かにうんまあかんないですけどね本当にできるのかもしれないですけどまあでもあれはちょっと 難易度高すぎる気がしたな、や,やってみたけど。うん、あえ、えっと、まず、あ、上海みたいな感じのプレイヤーなんですかまあ、そう、系統としてはそっちですけど、うん、まあ、環境もあるのか、それとも、そもそもパンクのがすごいのか分かんないですけど、まあ、強いですよね。うん、結果出しまってすう,う,な、ね、うんなるほどね。僕ね、あんまり見たことないんですよね、パンクの試合って。うん みんなやっぱパンクがすごいパンクがすごいって言うからちょっと一回対戦してみたいなと思ってるんですけどうんうんそうねいるんですねやっぱ世界にはすごいやつが俺はでもあいつはやっぱりそういう今言いましたけどやっぱその発想力のやつだなと思いますけどねうんだって現にやっぱパンクが一番勝つ時ってやっぱ初見なんですよはいうんでもそれはそういうネタを仕込むとかっていうその 次元の話じゃなくて、もうそもそも誰も考えつかないことをやるという。うん、で、人間ってやっぱりその開発するより対応,対応するのが楽なんで、うん、対応はできるんですよ。やっぱみんな真面目なんで、うんあ。パンクこういうことやってきたな、じゃあこれはどうすればいいんだろうっていうふうに、パンクが出した問題に対して答えを用意するとうのはやるんですよ、うん、トッププレイヤーは。うん。うん、でも、そもそもそんなことやってくるっていう。だ俺は,は発想の人だと思いますね。発想と、それをやりきるあ<ー>まあ人間性の。うん。うん もし本当に発想だけ、発想に彼のその強みがなくて、単なるプレイヤー性能だけの人間だったら、うん、その対応された後も勝つはずなんですよ。ガンガン。まあ勝つんですけど、実際強いんですけど、うん、でも、やっぱりその、それなりに勝率落ちちゃうんで。うん。うん。ってことはやっぱり最初のそのインパクトがすごいんだなっていう、うん、うん。と思いますね。うん、俺の、俺の分析だとパンクはそういうプレイヤーです。うん。うん。ええー。そう。 なるほどね。まあ、中足確認点呼とかも PS だったらむ難しかったですもんね、あれ。あの時ちゃんとやっそたのパンクぐらいだった気しますね。うーそうですよね。けどが、あの、十6フレで1フレ、さらに難しいやつでも安定させてましたから、ね、うーん。やっぱできないと思ってね、やらないってのはやっぱ良よくないんだろうな。うん。うーん。シーズン1の。 時にやってましたからね <laughs> 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 そりゃ、一人だけ中足当たったら置き攻めとあのダメージついてくんだから強いっすよね。うん。うん。キャラ違うもんな、もう <laughs>。